どうもアガポニです。今回は最序盤のボスヘリコプターの倒し方についてです。それでは早速いきましょう。このボスの場所までは迷うことはないかと思いますが、この4つ目のアクセスポイントがある場所になってます。で、これにアクセスした後はすぐに出てくるので、まずは左の遮蔽物に隠れておきます。そうするとこの奥から旋回して出てくるといった感じですね。で、近づいてきたら R3 ボタンを押してターゲットを固定できる状態にしておきまして、 L3 ボタンでアサルトブーストを使って近づきます。で、 L2 ボタン2回押しで出せる近接攻撃2連撃の先制攻撃を仕掛けていくと、この近接攻撃は相手が移動中だと当てにくいので、なるべく相手の移動が止まったタイミングで出すようにするのがポイントになってます。この動画のケースだと飛び出してすぐに移動されているので少し追いかけていますが、タイミングによってはね、飛び出した後すぐには移動しないケースもあるので、その場合は即近接攻撃を出してしまうのがいいですね。で、近接攻撃をした後はヘリの真下に張り付くように意識して R2 ボタンで射撃をしていきます。このヘリの真下は相手の攻撃が届かない位置になっているので、安全に攻撃できるといった場所になってますね。ただすぐに距離を取られるので、アサルトブーストを使って追いかけます。で、このアサルトブースト中に左スティックを左右に傾けると横移動ができるので、相手の機銃とかミサイル攻撃が来ている時はなるべくジグザグに動きながら近づいていくことで被弾を避けられるかと思います。で、動きが止まったタイミングを狙ってまた近接攻撃ですね。近接攻撃の後はヘリの真下を意識して射撃していくと、この立ち回りを繰り返していくことで被弾を抑えつつダメージを与えていくことができるかと思います。隙を見て R1 ボタンで使えるミサイルも使っていくといいですね。で、距離を取られた後は近づいて近接攻撃ですね。そしたら下から射撃。で、距離を取られたらすぐに追いかけていきます。この近接攻撃はかわされてますね。ブーストが切れた場合は回復するのを待って、で、回復したらすぐに近づいていきます。で、近接攻撃ですね。真下からの射撃を意識しながら撃ってきまして、ミサイルも使っていきます。離れられたら近づいて近接攻撃を当てていくと、で、継続して攻撃を当てていくと、この衝撃値の蓄積を表す黄色のゲージが中央から外側に向かって増えていきます。その上でこのゲージが上限に達すると色が赤くなりまして、スタッガー状態になります。スタッガーというのはよろめきという意味で、いわゆるダウン状態、無防備な状態になります。なので、この隙をついて一気に射撃、ミサイル、近接攻撃を叩き込んでいくようにするとグッとダメージを稼げるチャンスになってますね。この辺りのポイントを抑えて立ち回ってもらえれば勝率を上げられるかと思います。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。